ゆなです。せいろです。ピンク撮影 TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は双子コーデ10連発です。イエーイ。今日はレイラちゃんとゆなで双子コーデに着れるコーデを10個紹介したいと思います。頑張ろう。頑張ります。めっちゃ着替える。うん、バーって。で、結構友達とかとなんかおそろで着れるようなところのポイントとかも紹介するので最後まで見てください。それではどうぞ。ひなのコーデはこんな感じです。こう、私のコーデは黒とか白で落ち着いた色のコーデになってるんですけど、この胸元にあるカラフルが入るのですごい可愛いと思います。このね、カラフルに合わせてピンもちょっとカラフルにしてみました。で、このここまでのチェリーがついてて可愛いんです。じゃあ次、レイラちゃん。はい、レイラのコーデはこんな感じです。レイラはユナちゃんと一緒のトップスと下ボトムスなんですけど、この黒でちょっと見えにくいと思うんですけど、つなぎっていうのかな、なんかここについてるのですごく可愛いんですけど、これはトップスについててボトムスとはまた別になっているのがすごい可愛いなって思います。あとボトムスがこのチェリーのスカートとかあまり見たことないので新鮮でいいなって思います。でも可愛いコーデになってます。はい、ということでまずひなのコーデです。まずこのポイントがこの黒のトップスにベージュのねスカートなんですけど、ここにちょっとクリアでオーロラ系の、ね、色の入ったのがあるので、ちょっと涼しい感じの夏な感じになってるかなって思います。あとね、この袖にシースルーが入っててちょっと肌見せと夏らしさをねプラスしてると思います。このフードも猫になってて可愛いんです。じゃあ次、レイラちゃん。はい、レイラのコーデはこんな感じです。はい、トップスは真ん中にクマちゃんが4匹いて、あとこのクマの耳がついててとても可愛いトップスになってます。で、下はこのクリアのベルトみたいなのがついててすごい夏らしくて可愛いなって思います。はい、じゃあまずユナのコーデはこんな感じです。結構明るい元気色な感じです。まずね、このオフショルです。オフショルはね、夏にね、もってこいのねポイントになっております。オフショルなのにこういうフードがついてるのってめっちゃ新鮮じゃないですか。で、結構こういう明るめの服とかはあのプールとか行くときにね着たら可愛いんじゃないかなってめっちゃ思います。じゃあ次、レイラちゃん。レイラのコーデはこんな感じです。はい、コーデのポイントはここに白のシースルーのハートがついてるのと、あとこのブロックチェックがすごい可愛いなって思います。で、今年の流行りのカラーはミントグリーンなのですごい可愛いなって思います。はい、ということで今のコーデはこんな感じです。これ私多分10コーデの中で一番お気に入りのコーデだと思っているコーデです。ピンクラッテからこのゼブラ柄が出るっていうのも信じられないぐらい嬉しい事実なんですけど。で、ね、このオフショルに開け方がめっちゃ斬新、絶対他とは被らないので差をつけれるポイントじゃないでしょうかと思います。じゃあ次、レイラちゃん。はい、レイラのコーデはこんな感じです。セイラのポイントはこのシースルーになっているのが
T シャツをインするとより可愛くなれるのかなって思います。ボトムスはここの編み編みになっているところがあんまり見たことがないのでいいポイントなんじゃないかなって思います。はい、ということでリナのコーデはこんな感じです。チャ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 。まずここのちょっとね、オフショルはちょっとレベルが高いなって思う子はこういうちょっとした肌見せをすると、まあ、ちょっと大人っぽく見えるかもしれないし見えないかもしれないです。まあ、そこは皆さんのね判断にお任せいたします。このパンツなんですけど普通のワイドパンツじゃなくてちょっと一癖あるんですよ。それがこちらです。ひゃん、これがあるのがおしゃれの上級者です。じゃあ次はレイラちゃんにバトンタッチします。はい、レイラのコーデはこんな感じです。はい、ポイントは大人っぽく全体的にまとめてみました。この帽子の後ろにリボンがついているのがすごく可愛くて後ろから見てもすごい可愛いなって思える帽子になっています。で、このパンツはこのヒラヒラってしてるのがすごく可愛いなって思います。このベルトのチェックすごく可愛いなって思います。はい、ということでリナのコーデはこんな感じです。これはノンコーヒーとのコラボ商品となっていて1枚でパッと着てすぐ可愛いっていう洋服になっています。ここにねちょっとメッシュ素材があるのでちょっと夏らしさもあるかなって思います。じゃあ次はレイラちゃんです。ゴー。はい、レイラのコーデはこんな感じです。ワンピースでこの黒とピンクと白の色合いがすごく可愛いでレイラは好きです。で、このワンピースのこの下にタグがついてるのがすごく可愛いなって思います。ワンピースに帽子をつけてもっと可愛くしてみました。はい、リナのコーデはこんな感じです。まずこのトレンドカラーの緑を、ね、こうやって合わせた切り替えの可愛いトップスになっています。パンツとベルトがセットでこういう可愛い、ね、クイアの夏らしいベルトはね1個あるとすごい可愛いのでいいと思います。次、レイラちゃんどうぞ。レイラのコーデはこんな感じです。ポイントはトップスはこのワンショルになっていて、で、あとシャツとパーカーで分かれているところが珍しいのですごい可愛いなって思います。で、下はこの紫のクリアのベルトでかっこよく可愛くしてみました。はい、ということでリナのコーデです。はい、こちらが見てください。もうバスケやってますかみたいな、もうトントントンシュートってやれるんじゃないかぐらいの可愛い中のタンクトップにこのレモネードみたいな感じの色のシースルーがあってすごい可愛いです。で、私この夏にダメージジーンズをこうやって履くのめっちゃ好きなのでこの短パンはめっちゃ好きです。ピンクラッテにちょっと新しい感じのベルトが可愛いなって思います。じゃあ次、レイラちゃんどうぞ。レイラのコーデはこんな感じです。ポイントはあの T シャツなんだけど中がタンクトップでグラデーションになってるのがすごく可愛いです。あと下にタグがついてるのがすごいポイントになってて可愛いです。で、下はのクリアのベルトにのダメージがこことここについててチェリーの刺繍がついてるのがすごく可愛いなと思います。
ゆなのコーデです。じゃーん。こちらね、テンションプリントがめっちゃ可愛いです。見てください、めっちゃ可愛い。書いてあるイラストも夏らしいカラーで、見た目からも夏ってのが見えてますね。水色と白の組み合わせが、かき氷のブルーハワイみたいな組み合わせで、すごいお気に入りです。じゃあ次、レイラちゃん。レイラのコーデはこんな感じです。ポイントは白の T シャツに透けているので、この黄色のズボンをチラ見せするのがポイントになってます。でこの転写プリントもすごい可愛くて、猫ちゃんと女の子がいてすごい可愛いなって思います。はい、ということでリナのコーデはこんな感じです。じゃ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 。ポイントがこのレイヤードっていう、このベストとこのシャツの切り替えがあるやつが最近流行っていて、すごい可愛いです。ベストの縁にあるこういうロゴがすごい可愛くて、あとはこのねスカートの切り替えでヒラヒラってなってる部分とスッてなってる部分がすごい可愛いです。で胸にもこうやってね可愛いロゴがついてるので、すごい大人っぽくて可愛いコーデになったかなって思います。じゃあ次、レイラちゃん。レイラのコーデはこんな感じです。はい、ポイントはこの今年流行りのミントグリーンのトップスに紫のスカートになっていて、組み合わせに困ったらこの紫のスカートを組み合わせるのがポイントです。あとここに文字がついているのと、スカートがひらひらってなっているのが可愛いなと思います。はい、ということで最後終わりました。すごい大変だったけど楽しかった。楽しかったです。てか私このさ、なんていうの、この組み合わせめっちゃ新鮮で、うん、ミントグリーンなんて思わなかった。ね、ミントグリーンと組み合わせついて、ね、意外と、意外と合うんですよね。ということで皆さんどうだったでしょうか。いいなって思うおすすめのポイントとか、やっぱもっと勉強してね、みんなにいいところを伝えれるように頑張ります。頑張ります。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。